学校でエリザベス1世に関して習ったのは覚えてますよね。1558年に王座に就いたイングランドで最も偉大な君主の一人。我々は皆エリザベス女王の君主としての功績についてはよく知っています。ですが歴史の教科書に載っていない事実についてはどうでしょうか。興味湧いてきました。実は私、彼女の人生を詳しく調べてみたんです。ということで今回はエリザベス1世の波乱の生涯、12のちょっと変わった驚き事実をご紹介。1、実の姉に殺されかけた。エリザベス1世の弟のエドワード6世が1553年に突然亡くなった時、誰が次の王位につくか誰にも分かりませんでした。エリザベス女王にも腹違いの姉メアリー1世にも支持者がいました。最終的にメアリー1世が王位を獲得。その後あらゆる場所で反乱が起こり始めました。メアリー1世は反乱者を皆殺しした上、2ヶ月間妹のエリザベス1世を牢獄に閉じ込めたんです。ちなみにこれがブラッディ・メアリーの名を得た理由。後にカクテル名にも採用されていますよね。エリザベスは反乱には何の関係もないとメアリーを説得して処刑を免れました。ほぼ1年幽閉されたそうですけどね。恐ろしき姉妹間のライバルシーン。2、女王になるはずではなかった。偶然と不幸な出来事が重なり、メアリーの死後エリザベス1世は王座に就くことになりました。父であるヘンリー8世はしっかり後継ぎのことを計画してたんですよね。ヘンリー8世の後はエドワードが継ぐ予定で、エドワードに子孫がいない場合はメアリーが女王に、メアリー1世に子供がいない場合は最終的にエリザベスに、という流れの計画。実際そんな感じになりましたよね。エリザベスの先任者がみんな子供を作る前に死んだので、最終的に王座に就くことができたんです。なんてラッキー。3、エリザベス女王のカルト化。女王になったエリザベス1世、すると彼女の相談役はエリザベス1世の素晴らしい肖像画を作らせるキャンペーンを始めたんです。後にこれらの描写にはヴィーナスやディアーナなどの典型的な女神なども含まれるようになりました。こうすることでエリザベス1世は国と結婚したピュアで神聖な君主というイメージを作り出していったんです。このカルト化はうまくいったみたいですね。だって40年も在位してたんですもん。4、結婚を押し付けようとする試みをすべて拒否。議会は結婚して王位継承者を産むよう説得しようと試みました。父親のヘンリー8世はチューダー朝の家系が彼で切れることがないよう、自分の後継になれる息子を作ることにこだわっていたのです。ですがエリザベス1世は生きている間には男性と結婚しないと一歩も引かなかったのです。結局エリザベス1世は国と結婚した献身的な君主ですもんね。5、そこそこ恋もした。象徴的には国と結婚したエリザベス1世ですが、秘密の愛人がいたそうです。ザ・バージンクイーンと呼ばれているからといって噂の的にならなかったわけではありません。実は生涯の友人であったロバート・ダドリーと恋に落ちていたという話があるんです。王様や伯爵からのプロポーズを断っていたのに、結局愛する人が別の女性と結婚するのを見届けることとなりました。でも彼の奥さんが他界した後、エリザベスはロバートと結婚することすら拒んだのです。自分のイメージを守ることを選んだというわけ。この秘密のラブストーリーが本当ならちょっと悲しくなりますね。他の噂もあります。信じられるものもありますが、かなりとんでもないものも存在します。例えば一説によれば、エリザベス1世は実は男性だから結婚できなかったんです。その説はエリザベスは若くして亡くなり、王宮がエリザベスに似た赤子の子供を探した際、唯一見つかったのが赤毛の男の子、そしてその子が身代わりとなることに、という感じで語られます。わあ、なんかゴシップ誌の記事って感じですね。6、うぬぼれ屋。女性がお洋服と見た目に特別な注意を払うのは驚きではないかもしれないですね。エリザベス1世が
超おめかししたアンサンブルでイベントに参加するのを好んでいたのは周知の事実です。でも2000ペア以上の手袋を持っていたなんてねえ。女王のワードローブは巨大で、同じ服は二度と着なかったそう。服といえば、7、着替えるのが遅い。外面的な美しさを気にするということには欠点もつきまといます。女王に服を着せたり脱がせたりするのに女官は数時間かけたそう。女王が年を取ってからはそれがさらに悪化。自分の見た目に関して異常に入念で、準備するのに1日4時間もかけていたそう。完璧に見せたかっただけでなく、目立つために他のこともしていたんだそうですよ。8、他の女が地味に見えるように要求。女王自身は美しさで常に輝いていたものの、他の女性には黒や白だけの着用を要求し、女王との比較で地味に見せるようにしたんです。君主としてはかなりの成功を収めていますが、自分なりのやましい楽しみがあって、自分だけが王宮で人の目を引く存在になりたかったんです。だから女王の前では蝶のつく美人さんさえもちょっとやぼったい感じに見えていたんだそうです。初めに言いましたけどね、うぬぼれやなんて。9、偽りの見た目。誰も想像できなかったんじゃないでしょうか。でも豪華なスタイルや化粧を取ってしまうと、そんなに目を引く美女じゃなかったようですよ。若い時は綺麗でした。天然痘の発作の後、顔に傷が残って髪が抜け落ちてしまったんです。でもここで負けないのが女王。年を取ってからもウィッグとおしろいメイクで魅力的なイメージを守り続けました。悲しいかな、髪や顔につけたもののせいで加齢よりもさらに肌にダメージを与えることになってしまったんですけどね。10、甘いもの好き。エリザベス1世の在位中、甘いものはかなり高価で上流階級の人たちのものでした。その点エリザベスは自分の女王としての地位を存分に利用したってことですね。女王に近しいものはエリザベス1世がどれだけデザートが好きかを知っていました。これも劣化し続ける見た目の原因です。人生の末期には残った歯は黒く虫歯になっていて、だから笑ったとしても軽く唇を動かすだけだったんです。口を大きく開けて笑うなんてきっとできなかったんでしょうね。歯磨きは大事ですね。まったく、女王は食後に口の中を歯磨きで綺麗にすることに気づかなかったんでしょうか。11、自分のママを尊敬。母親のアンブーリンは処刑されましたが、エリザベス1世は母を心から愛していました。こっそりですけど。もちろんパパと不倫したことで国中から嫌われていたママだとしたら、感情を口に出す前にちょっと考え直しますよね。でもエリザベス1世は母親への愛を示す目立たない方法を持っていたんです。それは自分に託されたママの宝石を身につけることなどです。イニシャルペンダントが好きなことで有名ですが、お気に入りの多くは母親のイニシャルのものなんです。アンの A、ブーリンの B、または AB などを首から下げているエリザベス1世の肖像画も残っています。後に自分が女王になった際、母親の写真が入ったロケットペンダントをいつも身につけるようになります。またエリザベス1世は母親のお気に入りであった王宮に仕える者たちにたくさんの官位も与えています。偶然とは言えないですよね。12、船乗りのように罵る。そうですよ、ザ・バージン・クイーンなんて呼ばれてますけどね。彼女の名前から名付けられたアメリカの植民地もありますけどね。言葉にはあまり気をつけていなかったんです。ヘンリー8世は罵り言葉がお好きなことで有名だったので、多分そこから来ているんでしょうね。ママを殺されたにもかかわらず、エリザベス1世がパパを愛していたことは有名で、結構父親の後を追っています。だから女王が父親と同じ下品な口の聞き方をしていたとしても驚くことはないんです。それに優しい言葉と礼儀じゃ何十年にもわたって効果的に国を統治し、スペインのアルマダを打ち破ったりはできないですよね。さていかがでしたか。皆さんは他にもほとんど知られていないエリザベス1世についてご存知ですか。コメント欄で教えてくださいね。動画から何か学べたと思えたなら、
高評価して友達ともシェアしましょう。チャンネル登録もお忘れなく。人生はブライトサイドでいきましょう。